どうも D チャンネルです。今回はですね、先日作りましたこちらの手作りケチャップを使った料理を作っていきたいと思います。まず油を注いで、その適当な大きさに切った、ウインナー、玉ねぎ、ピーマン、人参を加えます。まあこの時点で何を作るかっていうのはもう察しがついてると思いますけどね。玉ねぎがしんなりしてきたところで、こちらのケチャップを加えます。硬い。さあ、このように煮詰まってきたらパスタを加えます。さすがにこのケチャップの量だとそこまで赤くはなんなかったな。というわけでできました、手作りトマトケチャップで作ったナポリタンです。粉チーズをかけてですね、いただきます。色は薄いけど味は濃いですよ。これ果肉ごと使ってあるんで、よりトマトの味がわかりますね。これケチャップの酸味が好きな人はスパゲッティを加えてからケチャップを加えて、そのケチャップの甘みが好きな人は具材炒めてる段階でケチャップ加えて、その後にスパゲッティを加えると甘くなるっていう、味の好みを自分で調節して、ぜひともやってみてください。